事だ、美しき剣を振るう者よ。我らはシャドウガーデン、影に潜み影を狩る者。こんな格好で何してるんですか？ルスラン・バーネット副学園長。なぜわかった？いい目をしているね。なぜこんなことを？その研究者がシェリーの母だ。いい関係だったよ。私は彼女を支援し、彼女は研究に没頭する。そして私は探し求めたアーティファクトに出会った。だがね、こともあろうに国に管理してもらおうならと言い出して心臓を突き刺しねじ切った。シェリーは何も知らず、何も疑わず、かわいいかわいい愚かな娘だ。ただ一つ気になったことが、シェリーを利用したというのは本当のことですか？怒ったかい？どうでしょうね。そろそろ始めましょうか。残念だが、お別れの時だ。さらばだ、シド影の奥。どこへ行く？貴様は悪いが、最初から全力で行かせてもらうぞ。このようにな。今こそ私は生まれ変わる。力が戻る。わかるか、人間をはるかに超えた力が。いや、不正だ。ならばこれはどうだ。認めよう。私も本気を出すとしよう。やはりこの程度か。まだまだ。一連の事件は全て貴様らの仕業になるように手はずを整えた。滑稽だな。何？というより我らは正義の道を行くものではなく、もし貴様にできるなら世界中の罪を持ってくるがいい。その全てを引き受け、我らはただ我らの道を行くも。世界を敵にして恐れぬというか。体の先から中心へついていき、お前知らなくていい。